7年目を迎える加古川市と甲南大学の学生による加古川地を結ぶプロジェクトが加古川市役所で開催されました。直近の3回はコロナ禍の影響もありリモートで行いましたが、今回はリアルで行うことができました。大会に先立ちまして、本プロジェクトの主催者である加古川市より岡田悦弘市長が一言ご挨拶を申し上げます。ちょっと先ほどまた雨がさらつき始めてたみたいですけども、今日は遠くからの方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。加古川市までお越しいただきまして本当にありがとうございます。そしてこの地を結ぶプロジェクトは、もう皆様ご存知の通り平成28年度から始まりまして、今回7回目になろうとしています。甲南大学の関係者の皆様はもちろんのことながら、大手新聞社の皆様、大手学生の皆さん、そして東山公民会の大手会の皆さんや、こういろんな方のご協力で、毎年こう開催するためにですね、やってよかったなということをしみじみみんなで持ち帰りながら、こうやって7回まで参加してこられたかなというふうに思っております。市役所の立場からしましてもですね、やっぱりこう大学生の皆さんの新しい感性、感覚にこう触れることができて、すごく刺激になることもありますし、加えて加古川市もあまたある自治体の一つしかありませんが、甲南大学のこれから活躍していく皆さんに知っていただけるということも、本当に私たちにとっても始まることでありまして、ぜひ今日も。続きまして、同じく主催者であります甲南大学より中井光雄長よりご挨拶申します。こんにちは、甲南大学の中井でございます。から市長を中心とした加古川市の皆様方、そして神戸新聞社様、そして今年も私たちの甲南会の皆様方のご尽力によりまして、この令和4年の甲南地を結ぶプロジェクトの成果報告会を開催できますこと、本当にありがたく思っております。ありがとうございます。私2020年からこの職に就いておるんですけれども、初めて完全対面でこの成果報告会を実施することができることも、本当にありがたくも感無量でございます。この大学はずっと人物教育ということを掲げてまいりました。この甲南大学にとりまして、地域で学び、地域と学び、そして地域に育てていただくというスタンスを大変大切にしてきております。このスタンスをですね、こういう形で実現できていることを、本当に加古川市の皆様方には感謝を申し上げたいと思います。そしてこれからもこの形ずっとずっと続いていくことを心から願っています。今日は学生の皆さんのプレゼンテーションもちょっと心配しながら期待しておりますので、ぜひ頑張ってください。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、はい、地を結ぶプロジェクト、はい、ありがとうございます。いや、本当にありがとうございました。もう7回目を、ね、迎えられましてね、まあ、コロナ禍でこう、ね、活動がオンライン化した時もありましたけどね、こうして続いてこれたのもやっぱり学校の関係者の皆さんや OB 会の皆さんの力が大きかったと思います。いい学校はね、ものすごい喜んでもね、我々も嬉しいですよ。やっぱりこう市の課題とかね、今日も河川敷のことを絡めていただいたりとかね、あとはもう地元企業さんのああいうリアルな人の確保に関する課題とか、あれもいろんな会社共通するようなリアルな課題ですからね、まあ、そんなにも本当に若い人の目線で取り組んでくれて、すごく有意義でした。ねえ、ちょっと残念やった、ニケパッタンばっかりが。まあ確かにアンケート結果はね、まあ、いつもアンケート結果はなかなか厳しい結果が出るもんですけどね、まあ、それはでも、ね、研究を受け止めて課題にしたいですね。パークもある、ミトロスパークもあるしね。これからそこを課題になっていきますので。八日公園もあるしね。はい、まあ河川敷も一つ大きなね、秘書が、ね、なんか仕事されてる。そうですね。で、河川敷、ミトロフルーツパーク、日岡山公園、本県総合公園と、もうバタバタバタっとオープンしていきますから、はい、ぜひ楽しみにしていただきたい。それと、なんか市の予算でね、はい、今度駅の南か、南と北ですね。
回開発し、はい、再整備していかなければいけませんか。で、大きく方針も発表させていただいたので、はいはい、またニュース見ていただけたらと思うんですけど、今日の合部新聞のことでやられてましたね、はいはい、もう全部がね、きれいに出来上がるのといったらもう15年以上かかるかもしれませんけども、ただできるところから着手していきますし、それには一重にも地権者の方、商工会議所の方、商店会の方、いろんなご団体の方のご協力が必要ですね。加古川市ますます良くなりますね。頑張っていきましょう。いや、もう皆さんのご協力をよろしくお願いします。いい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって良き日でありますように。